私チーム10です。わーい、はい、皆さんここにじゃじゃーん、私たちのサードシングル、はい、クラップクラップの CD たちがたくさん入ってますね。ついにね、サードシングルを、はい、発売したんですけど、今日はこの通常版を開けてみようかなって思います。はい、おお、なんか黒いね。ね、本当だ。おしゃれだ、おしゃれ。じゃあ CD の感じはね。なんかかっこいいね。かっこいい。今までとは違うね。うん、白に黒で、可愛いです。あ、面白い。裏面もね。え、ね、これ初めて見た。はい、私も初めて見た。いいじゃん。可愛い。かっこいいね。笑わない二重が。でね、私一つね、うん、言いたいことがあって、うん、この通常版のこの写真のこの裏の影があるじゃないですか、シルエット。これはあの実際にこれ誰がやったっけ、リーフがやったんだよね。私はやってた。で4人ぐらいで、そうそう、4人ぐらいがこう実際にこうやってやって撮ったのをこう後ろにすげえ、ちゃんと私たちの拍手を。そうすごい、かっこいいね。かっこいいわ、やっぱり本当に、うん、今までと全く違うね。誰かと思ってる。そうだね、誰かな。あ、か、あ、お、これは、お、マヤだよ。おー、え、すごくなんか、え、すごい可愛い。こんなんあったっけ今まで。なかった、なかった、なかった、なかった。今回手書きの。そうですね。え、後ろもすごい可愛い。うん、すごい。表も裏も楽しめますね。うん、本当に。これはいい、これはいい。めっちゃいい。歌詞も、もう、黒で統一ね。可愛い。いいじゃん。ショートトリップっていう新曲も中に入ってるんですけど、この曲めっちゃいいよね。私たちが韓国から日本に来るときに、うん、私たちの方にはもう音源があったんですね。だからそれをこうみんな飛行機の上で、ね、逃げ出すの雲の上でこうなったね。結構ね、旅してる気分。え、マユカ泣いたって言ってたよ。言ってたね、なんかね。いやーでもね、なんか天気も良かったしさ、なんか青空がめっちゃ綺麗で、空とね、マッチしてね。早く BGM の皆さんにも旅行の時とかぜひぜひぜひ聞いていただきたいな。旅行のお供にしていただいてよろしいので、こっち開けてみる。そうだね、これこっちが BGM らしいので、じゃあさ、お互いのやろうよ。そうだね、私はマイク、マイクマスマスシミーチしてね。はい、じゃあまこちゃんからいきます。じゃあ前ですね、メンバーから紫で、いいね、メンバーおしゃれじゃないですか。今回さ、ちょっとさ、うん、気持ちかな、あの紫ちょっと濃くない？ああ確かに、なんかクラップクラップっぽい、うん、本当になんかもうちょっとなんか全員濃いかもね、ザ、うん、って感じ、うん、いやちょっとかっこよく決めちゃってます。じゃあおしゃれおしゃれ。じゃあ後ろも、後ろも、いやそれ見たことない。ああ、その写真が使われてるんだね。こんなんで見つめられたらもうマヤって、マヤのファンの方は多分倒れちゃいますね。中どうなってる。これが本当に苦手なんです。見ましょうか。プロなんです。プロなんです。ありがとうございます。中も紫、ちょっとおしゃれね。 CD にまで紫です。何が、誰が入ってるか。え、これって全員、これって全員絶対そのこっちがなんだもんね。そういうことよ。あ、まこちゃんだから、絶対うちなんだ。なるほど、なるほど。じゃあ前が入ってるということで、じゃあ前のどんな写真なのでしょうか。お、お、これはこれ投げキッスな。投げキッスね、あとだ、あとだ、かわいいじゃない。恥ずかしい。このチュッでした。え、メッセージも書いてるんでしょ。そう、え、なんかさっきのメッセージと違うね。うん、ショートトリップ一緒に旅に出よう。おお、かわいいですね。この前の達筆、達筆すごいです。まこちゃんにね、行きましょう。オレンジだね。めっちゃオレンジ。オレンジがオレンジで、裏もね。おお、おかっこいい。こんないっぱいね、これつけてたんだね。そう、これはなんかそばかすみたいにこう、いっぱいつけてもらえて、まあこれもね、と一緒の CD です。なんか飾るのに良さそう。確かに、そうね、大好き。お、せーの、じゃん。どんなマークだ。お、ハート持ってる。あ、でも、かわいい。このハートのさ、これステッカーもらったじゃん、ね、であれ、そのミヒがこうしてるのが、あー、一緒にミヒのこう、あのソングスで、そうそうそうですね。後ろは、BGM のクラップたくさん聴きたい。
今撮ってる現在まだね、まだ聞けないんですよ、まだ行かないので、いや聞きたいね、早くね、VJ の皆さん練習してください、お願いします。ちょっと難しいかもしれないですね。絶対むずいよね。はい、まこちゃんがこんな感じでした。はい、じゃあいきます。かわいいね、もうピンクで裏面が、あら、かわいい。目にね、キラキラ、これ全員なんかキラキラついてる。そうやね、そうやね、そうなの、うんうん、ポイントメイクで、じゃあ、なんか開けてきます。じゃあ、どのトレカが入ってると思うか、そうして、うちは、うん、じゃあ、キスきた、じゃあ、うん、ハートきた、じゃあ、キス直前、おぉ、え、うそ、おぉ、すごい、すごい、待って、並べる、じゃあ、そうだ、いいじゃん、いいじゃん、一緒にクラップクラップしようって、お、お持ちだね、ちょっと違うよ。あー、見てない。一緒に旅しようや。あー、そう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 。ショートピン。あら、かわいい。いいじゃないですか。あの、時系列的には、どうなんだ、これが、高校、こうかな、うん、時系列的には。いいね、すごい。はい、ぴったり。こんな感じだった。でも、今回ね、うん、ツインテール多いよね、今日もだけど。そうなんだよね。あのね、まともに髪の毛を下ろしてない。あ、そうだね、あの、黒の衣装だけ、うん、唯一。確かに。他はこれもだし、うん、あのミュージックビデオの中で黄色のやつもね、黄色ついてるとか、うん、ね。そうなんだ。急に。オランゴめっちゃ可愛いと思う。オランゴめっちゃ好き。これオランゴは実はハート型っていう。ええー。そう。実は。あ、こっちの方が分かる。ちょっと分かりにくいけど、実は上からか、うん、なんか横から見たらハート型で、そう。可愛い。ね、本当にクラップクラップまだ20の前でもしたことないですし、うん、なんかやり慣れてないからこそ、ね、なんかすごい緊張もあるけど、うんうん、でもすごい楽しみです、うん、しかも一緒に声を出さなくて盛り上げられるっていうところがいいよね、すごい、本当になんか頭いいなと思って、初めて歌詞聞いた時感動したの、すごいわ、確かにこれだったら誰でもできるから、そう、皆さん一緒に、いやでも私ね、今回このクラップクラップの曲もいいんですけど、うん、あの中に入ってるショートトリップの曲もすごい気に入ったし、うん、え、じゃあちょっとさ、あのショートトリップにちなんで、うん、なんかどこ行きたいとか、ね、こういうところに行ってみたいなみたいな、そうそう、うん、でもさ、もうずっと言ってるのはやっぱ温泉旅行じゃない、もうこれは本当デビュー前から言ってるんじゃないかっていうぐらい言ってるけど、うんうんうん、まあ、まだ実現しないので、でもなんか私はすごい有名な温泉街とかよりは、うん、もうなんかこじんまりした温泉街で、穴場でしょ、ほぼ9人しかいないみたいな、いいじゃん、ほぼ9人で、うん、もうなんか別に、そう、なんかもう別に観光とかも別にしなくていいから、うん、とりあえずもう旅館ゆったりしたりなんで、うん、もう9人でガールストークしてイタリアしたいね、いいね、枕投げも、うん、枕投げ、じゃ古い古い今枕投げ、いや枕、まあまあまあやるやるよね、まこちゃんは、うちはそのプール、プール行きたい、プールね、プールでも、そう、うち泳げんけん、でもなんかそういうウォータースライダーとか、そうそう、遊び系なら確かに行きたいなと思って、いいね、私はね、あのなんか楽しそうやなと思ったのは、まあまだ誰も運転免許持ってないんでできないんですけど、みんなでみんなでドライブして、なんかキャンプ行ったりとか、海行ったりとか、なんかその行く時からもう自分たちで思い出を作っていくみたいなので、ね、そう、ショートトリップ聞きよる時、うん、聞きよる時に、そのオープンカー、あー、オープンカーでも天井なくって、みんなでこう手伸ばしたりしながら、いいね、こう空の空を感じて、風を感じて、海風感じてみたいな、そういうのをめっちゃ想像してました、キャンピングカーとか、ツアーしながらもね、ちょっとなんか楽しめたらいいね、そうだね、少しだけでもね、短時間確かに思い出を作って、はい、私たちも思い出を作って、うちの皆さんもこのツアーを通して私たちと一緒にたくさんの思い出を作ってもらえたら嬉しいですし、はい、このクラップクラップの次 CD も発売されたので、ぜひ皆さんも一緒に聴いてください、聴いてください、また会いましょう、また会いましょう、ね、